そうなのか。あの技がある。間違いあるまい。ありがとね。大切な儀式の前にスカーフが風に飛ばされちゃうなんて、私ってば本当ドジだよね。ついにあの岩を登る日が来たんだ。あんな高い場所、私に登れるかな。ルキが私たちを案内してくれるみたい。さあ、行こう。Thank you.
我ら医師の民、
大地の精霊と共にありか。おじいちゃんから聞いたの。あの神の岩には大地の精霊様が宿ってるんだって。小さい頃からずっと、16歳になったら神の岩に登って大地の精霊様に祈りを捧げなさいって言われてきたけど、こんなしきたり誰が考えたのかしら。一人前になる前に崖から落ちて怪我でもしたらどうするのよ。でもあなたと生まれた日が一緒だったのが唯一の救いね。一人だったら絶対めげてだもん。それじゃあ行きましょ。あなたとルキのおかげで助かったわ。小さな魔物だったから運が良かったわね。ねえ、知ってる？神の岩の頂上へ行くには洞窟を抜けていかないとダメなのよ。さっきの魔物、あの洞窟からで。
霧がこんなに。助けてえ、マヌロ大変、早く助でも魔物に襲われて。そうよ、変よね、神聖な神の。それはそうとダメよ。うん、分かったよ。ありがとね。もう少しで頂上だね。やだ、雨が降ってきたわ。急ぎましょ。
しいな。早くお祈りを済ませな。でも不思議だわ。まるであなたが雷を呼んだみたい。そのあざは一体。あら、消えちゃったわね。何だったのかしら。いっぱい助けてもらったわね。やっぱりあなたが一緒だと私心強いわ。さ、早いとこお祈りを済ませましょう。我ら医師の民、大地の精霊と共にあり、ロトゼタシアの大地に恵みをもたらす精霊たちよ、日ごとの糧を与えてくださり感謝します。どうかその大いなる御心で悠久の大地に生きる我らを。うわぁ、すごい。考えた人、きっとこの景色を見せたかったんだね。それじゃあ儀式を終えたこと、おじいちゃんに教えてあげましょう。みんな私たちの帰りを待ってるはずだわ。